に泣き真似してほしい恐竜ベスト3。うわ来たー、うわーもう大人気コーナー。神谷くん、いいですか？はい。お願いします。泣き真似です。はい。これ、毎回ゲストの人がやってるやつなんですよ。はい、うん。だから、神谷さんお願いしますね。はい。先週はもう、ほんとね、爆笑でした。はい、ね、爆笑なの？だって、泣き真似でしょ？これがね、誰もわかんないじゃん？どういう風に泣いてるか。もう、こう、うん、想像の羽を広げて。そうですよね。もう、羽ばたいて。翼を広げて。翼を広げて、ブワッサって。はあ、ファファーって。うん、じゃあ、行きますよ。瞬発力で。第3位。アーケオプテリクス。どうぞ。ちょっと自己紹介入ったもんね。アーケオって言ったもん。アーケオって言いましたよね。このアーケオプテリクスはあれですよ。飛走鳥？飛走鳥はそうですね。あの、有名になった。ああ、だからほら、やっぱね、ちょっとそういうイメージじゃん。もうちょっと鳥っぽい。ああ、会長。おお、確かに。ああ、なるほど。まあまあ、ドイツで発見されたものなんでね。まあ、ドイツの人が聞いて、そういう風に聞こえたのかもしれない。かもしれないね。なるほどね。ただし、残念ながら現在は絶滅です。ああ、残念だね。骨みたいだろ？絶滅してるんだぜ。これですよ。うわー、うわー、本物聞けた。染みるだろ。すっげえ嬉しい。やっぱりこれだよ。おなじみのコーナーだよ。おなじみのコーナーだからね。さて、第2位。スティラコサウルス、どうぞ。ブッキーおー。どうなんですかね、やっぱ今みたいなこう、人には理解できない感じですか？あの、重量感は欲しいかなとは思ったんですけど。なるほどね。まあでも、ギャップがいいみたいな。まあ小さめっちゃ小さめかなっていう。5メートルぐらいなんで。表現したんですね、カメラ。ああ、そうそう。なるほどね。なるほどね。丸っこいイメージだから、ね。おー、丸っこい、丸っこい。マルコム X。すごさ。すごいですね。ただし。ただし、こいつ。化石なんだぜ。もう、省略、省略。最終的に。お前の存在価値はそこなんじゃないか？おいおい、パーソナリティを舐めるなよ。ごめんなさい。すいません、ゲストして。あ、そうだ、もう。あ、そうだ、ゲストだ。あ、そうだった。ということで、ゲストに泣き真似してほしい恐竜ランキング、いよいよ1位です。お、今週の第1位は、ディプロトクス。それではどうぞ。うわせーおい、来たんじゃねえの？ああ、すごい、これいい。うわこれ実はね、これ30メートル級の大型恐竜です。うん。でかいんですよ。でかいでしょ。昔ね、ブロントサウルスって呼ばれてて、もう今じゃアパトサウルスっていう名前に変わっちゃったんですけど、草食なんですよ。だから優しい感じの鳴き声。そう、ちょっと高めね。ちょっとゾウさんっぽかったもん。わかってる、さすがにわかってる。やっぱ、その形がわかってないとね、鳴き方とかもね、そうできない。さすがわかってる。ただし？ただし骨なんだぜ。最終的にはこれだけです。はい、絶滅でございます。そうか。そうだよね。扱ってるものが全体的にね、そういうものを扱ってるからしょうがないけれどもね。絶滅っていうね、響きがなんか心になんか染みるっていうか、辛いっていうかね。そうですよね。この番組おなじみですもんね。おなじみですから、この絶滅っていうフレーズがね、どうしてもね。ちなみにですね、今の、神谷さんのですね、1位のディプロドクスですね。こちらの鳴き真似。今週のディアボイスとして配信されます。ディプロドクス、CV、神谷博士。光栄です。ありがとうございます。これ作品とかでね、もしディプロドクス出てきたら。ディプロドクス役はもう決定ですよ。神谷さんしかいないと。むしろね、キャスティングする方もうアーケオプテリクスとか、スティラコサウルスも全部やっちゃっていいんじゃないかな。そうですよね。それぐらいのね、クオリティでしたよ。もしね。恐竜帝国みたいなね。アニメが作られた時に。作られた時にですよ。神谷さん独占ですよ、もう。恐竜帝国。ダイナソージャンゴーみたいなね。そうそうそう。恐竜帝国、ダイナソージャンゴー。ジャンゴー。副題がそう、カッコ、ニョロニョロ付きでね。ダイナソージャンゴーって書かれるの。そんな目で見るなよ。どうしたどうしたそうそうだね。なんかそういう風になった暁にはもうぜひね。もう主演ですよ。ディプロドクスで。ああ、そうだね。なんかやっぱり、どんどんこう、貪欲にいろんなね、ことをやっていかなきゃいけないと思うんで。そうだよ。じゃないと。やっぱほら、肉食だからさ。肉食だからね。まあ、ディプロドクスは、小草食だけどな、噛んじゃったよ。へへへ。あのね、大変なのよ。うん。恐竜トーク意外と大変なのよ。うん。これ200回もやってるとね。あ、そっか、200回もやってるからね。やっぱね、なかなか大変。これ2本撮りだから、先週の放送で、ちょっと使い果たした感は。行っちゃった。日本語で。さっきまで博士いましたもんね。さっきまでサイエンスライターの博士いたんで。あ、そっか。うん、ごめんなさい。ちょっと店長が落ちちゃってる。お名前何でしたっけ？カールさんです。カールさん。カールさん。はじめなさい。カールさんね。警察なのでね。おお！シェパード！シェパードってなんだよ。哺乳類じゃねえか。哺乳類関係ねえよ。
恐竜。哺乳類じゃねえか。恐竜、恐竜トーク。あ、そう、そうだ。爬虫類。そう、そうだ。まあでも爬虫類だね。鳥まではオッケーなんだけど。シェパードはノー。シェパードはね。ノーシェパード。ノーシェパード。そうだよね。ノーシェパードそれは無理だよね。